今日は、はい、今季最後のひなをひなしゃに連れてきます。ついに、よいしょ。最後まで配信で頑張ってくれた子ですね。そうですね、ちゃんと自力で生まれてすごい偉い偉い、頑張った。切っちゃいましょう。はい、大丈夫かい。朝見たらちゃんと元気だった気がする。いた、はい、144番。かわいい。はい。かわいい。あ、わかんない。この卵たちちゃんと見てないけど。まあ、まだ、もう厳しいでしょう。切っちゃっていいかな。今季最後の、ひなです、はい。はい。じゃあ、このまんまいきますよ。はい。はい。かわいいね。外大丈夫かね？寒くないよな。あ、この子？うん、まあね、一瞬だからしょうがない。ピーピー。泣かないね。猫に食べられる？食べない、食べないじゃなくて食べられない。大丈夫だよ。よっ。よいしょ。はい、こんな感じでバッグに入れて持っていきます。はい。いつもはみんなと一緒に軽トラで行くんだけど。うんうん。1話とか。まあ2話ぐらいまでだったら普通にバケツで持ってっちゃう。そう、外界の刺激から守るために目隠し目隠し。まあちょっとあったかいかな。あとせめてもね、うん、今まで35度前後のとこにいたわけですから、ね、ああそうだね、寒いよねきっと。はいはい、こう日なしゃの室温は27度ぐらい、26、27度ぐらいですね。袖でも寒い。ガタンって言ったらピーって言ったごめんなさい。よいしょ。ピーピー。144番。見えないですけど反応なしさっきでもガタンピーってあ、いいぞ、揺らしていけ。いや、嫌だかわいそうなのね。あー、ごめんね風強いんだね。強い。いろんなとこにさ、大きい枝が落ちて。あー、おーおお。じゃ鳥が襲ってくるから気をつけて。海藻高が絶好調ですね。そう、昨日お家に突っ込んできた。おお。ひなしゃに到着。はい、よし。東の3、4区画に西ですね。あ、ごめん、そうそう、完全に間違った。うん、いいよ。そう、では大丈夫か。よいしょ。ちゃんといる。え、マジックじゃないので吹けませんよ。なんなら増やしたいよね。あ、確かに。うん。運んでる間に1羽が3羽に。バケツを叩くと。ああ。ダチョウが2つ。2つか。いいね。うん。いや、叩いて見るたび増えたらよくない？いいよね。叩くのかわいそうだけど、まあ、増えたらいいよね。なんだっけ、ドラえもんのほら、バイバイ。あった、うんうん。あ、永遠に増え続けるよ。キャパオーバーになっちゃう、うちの屋上。はいはい、来ましたよ。仲間が1、2、3、4、5、6、うわ。同じ顔に入ってた子たちだよね。そうだね。はい。はい、はい。よいしょ。仲間だよ。かわいいね。今回その色素薄い子多めですね。うん。やっぱりなんか、なんだろう、より儚いのか、かわいい感じですよね。いいよね。あれとか特に。どれどれ。これ。ああ。そこ向くな。お。食べた。食べてたね。寝そべりながら。いいですね。デブの食事。
君たちはまだいいんだよ。食べるのが仕事、食べて寝るのが仕事。もうちょっと大きくなると太りすぎに注意ですけど。うんうんうん。うん。いいね、平和だね。お。はい、今期も無事終わりましたね。はい。終わりた。ということで、今期最後のひなをひなちゃんに移動するでした。はい。バイバイ。バイバイ。あ、感動の再会。あ、そうではなかった。はい。